こんにちは、ねねです。しなこんちゃん、こんにちは、しなこです。ねねレースが好きなの。で、今回はねねちゃんに私がね、メイクをしていきたいと思います。お願いします。どんなメイクかと言いますと、もうすぐですね、あの季節がやってきたじゃないですか。来ましたね、バレンタインデーキス。へいへいへい。そうです、バレンタインの季節になりましたね。バレンタインに向けたバレンタインメイクをやっていきたいと思います。はい、デートとかね、バレンタインの日のラブリーな感じのね、メイクですね。はい、頑張ります。はい。今つけてるやつ剥ぎ落としてもらっていいですか。了解しました。よろしくお願いします。はい、それで姉ちゃんのかわいいかわいいすっぴんつるつる子ができました。はい。早速メイクしていいですか。はい、はい、お願いします。やっていきます。まずはこちらを塗っていきます。ブレスドナチュラルプライマー01番の化粧下地&ファンデーションみたいなやつです。これぐらい取って指でのせていきます。でも普段ね、ファンデーションしてないんだもんね。しなくてもいいんですけどね。やっぱりスポンジで塗ってきます。すごい、こっち見てくる。すごい目が合うんですけど。はい、ということで薄くなんですけど塗りましたら、次にパウダーを塗っていきます。ガメイクシークレットビューティーパウダー E02 番でございます。これを塗りますね。かわいいね、このちっちゃいのあるんだ、ガメイク。なんとこちら 24H コスメっていうね、一日中つけてていいっていう、すごい、つけたまま寝ていいっていう、そんなことある？荒れないんですか？だから荒れないようになってるパウダーなので、うん、キャンメイクすごい。お肌がふわふわな感じです、とても。パウダー塗りました。次に眉毛を描いていきたいと思います。はい、皆さんおなじみのキャンメイクミックスアイブロウ眉ずみ05番でございます。バレンタインメイクなので、ちょっとね、ふわっとした感じの色味と描き方で仕上げていきたいと思います。一番上の濃い色とこの色を混ぜて塗って、こっちのブラシの方でぼかしていきます。ブラシでぼかします。どうでしょうか。はい、眉毛できました。うん、結構ほわほわな感じです。次にアイブロウしていきたいと思います。キャメイクのカラーチェンジアイブロウ03番でございます。こちらを使っていきたいと思いますね。結構明るい、明るめな色です。ちなみにさくらって何ニヤニヤしてるのよ。気づかたいの。もう真剣なんだから、こっちは。できました。はい、アイブロウつけましたら、次にアイシャドウを塗っていきたいと思います。アイシャドウはキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ14番でございます。これ私毎日使ってるやつ、あのコスメゾンビ。あのゾンビになったやつ。これもっとこんな綺麗なんだよ、信じらんないね。大切に使ってる証。ありがとう。ではまずアイホール全体にこのね、色を塗っていきたいと思います。こちらです。
次にこのピンクの色を二重幅と目の下のところにですね、一瞬じゃなくてめっちゃ細くこう入れていきます。二重幅の方はこのチップの方を使って塗っていきます。で、下のところはうちのブラシを使って細く入れていきます。囲みメイク的なね、感じです。上向けますか？ありがとうございます。こんな感じ。何やないの？ちょっと指でぼかします。その目線の先に何があってそんな笑ってんの？アバ笑うと目の中に突っ込む。危ないから。めっちゃ痛くないの？すいません。はい、で指でぼかします。はい、こんな感じでございます。ピンクのね、目頭のところに、涙袋っていうよりかはちょっとキラキラさせたいので、このね、真ん中のやつを取ってここら辺にね、塗っていきたいと思います。くるめのところぐらいまで塗りました。いい感じで、次にアイライナーを引いていきます。アイライナーがこちらでございます。キャンメイクのニュアンスライナーっていうね、この鉛筆タイプのものです。鉛筆じゃない、なんて言えばいいんだっけ。鉛筆ペンシルのね、アイライナーを使うことでふんわり感をね、出します。普通のね、アイライナーリキッドよりもね、なんかちょっとぼかしながら描いていく感じでやります。はい、いい感じ。結構まつげとまつげの間埋める感覚でシャシャって描いてます。はい、描けました。結構優しい印象の目元になったと思います。次にビューラーをします。いつもしてる？はい、ちょっと待っていいですか？すいません。 OK です。はい、次にマスカラをしていくんですけど、マスカラはこちらです。フレアリングカールマスカラ01番ですね。これはちょっと茶色っぽい、焦げ茶っぽい感じ、チョコレートみたいな色です。はい、上のまつげと下まつげもちょっと塗ります。こねねちゃんにやってもらいます。はい、次にチークを塗っていきます。キャンメイクパウダーチークス PW38 番っていう、この紫ですね。これはかわいい、かわいいよね。昔使ってました、これ。こうやって見るとめっちゃ紫芋みたいな色してるけど、あのほっぺのせると可愛いんですよ、これ。これをほっぺの一番高いところに丸く塗っていきます。ポーンって感じで。はい、はい、
かわいい。いい感じ。色よくないこれ。そう。めっちゃ紫かと思った。のせるとね、落ち着いたピンクみたいな感じになって、うん、あとこのね、アイシャドウとのね、相性がめっちゃいいんですよ。このセット、おすすめですよ。最後にリップを塗って終わりです。リップはこちらです。ステイオンバームリューズ12番です。人気のやつ。よく見ます。よく見ますよね。安いんだよね、これね。600円とかですよ。またこの顔みたいな顔すんの。かわいい、うん、この色かわいい。色かわいい。はい、完成です。あ、私だ。超失礼した。これが最後ですね。最後にグロスを塗っていきます。ボリュームアップレディグロス02番です。青いラメが入ってるやつ。へー、わかる。青が若干、そう、かわいい、かわいいやつでプルプルにしてきます。キャンメイク縛りのバレンタインメイク完成です。イエーイ。それで見せてあげて。はい、はい、めっちゃ似合ってる。かわいい。囲みメイクとかって結構ね、派手になりがちだけど、下まぶたのところを薄くすればこれぐらいナチュラルで可愛くなります。楽しいね、楽しいね。もうすぐね、バレンタインなので、皆さんもぜひ、キャンメイクだからね、これも揃いやすいと思うので、ぜひぜひ真似してみてください。今日の動画はここまでです。最初の動画はこちら。韓国で今流行っているらしいんですけど、ヘアピンセルって知ってますか？かわいい。細いイカみたい。全然痛くない。